っていうか、ギャグを言ってるなっていう感覚を得たいっていうのが。どうくわびーてやろうちょ、ごめん、そんなんでしたっけどこ見てんの昔は、まあ、ポーズもちょっと、そんなになっちゃった。心から叫んでるって感じの。だいぶフォーム、だいぶフォーム変わりましたね。そうなんですか。どこ見てんだよ。お前ら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 。いやいや、そんな溜めてなかったですよね。そうでしたかね。でも私も、なんか多分、20年ぐらい前の話であまり覚えてないっていうのと、やっぱり自分がやってるなって感じを、こう、うん、なんていうのかな、自分がやってるっていう感覚にしたいっていう。なんか。自分がやってるなっていう。どういうことなんて、ね、自分が、こう、声を張って。言葉にしたいなみたいな。そうですね、張ってるなっていうか、ギャグを言ってるなっていう感覚を得たいっていう。ギャグってやっぱり流した方が。いいんだ。多分、ヤホーとか言わないじゃないですか。確かに。まあそうですけど。昔はまあ、そうですよね。もう本当に、心から叫んでるって感じの、どこ見てんだよ。でしたけどね。はい。そうなれなくなっちゃったので。もうそうなんですね。もう、どこ見てんだよって思わなくなっちゃった。どこ見てんだよって言って、ザ・ペニンシュラホテルですっていうボケとか考えてたんですけど、なんかそういう間に合わなかった。そういう感じではなかったです、ね。ごめんなさい、じゃあ。答えを用意してた。どこ見てんのように対して。ペニンシュラホテルです。なんか言おうとして、あのホテルです。そう、あんま答えるやつじゃないです。どこ見てんのかちゃんと答える人いないじゃん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。急遽。お世話になります。ね、ちょっとここ最近なんか急に会いますよ。はい。先日の、菅谷さんの。ハッタリライブですね。ハッタリライブの。はい。ファイナルでお会いしましたけど。楽屋ご一緒でしたし。はい。ネタをね、見ていただいて。青木さんはもうその、ライブも昔から出てたんですか、はい、そうなんですよ。20年ぐらい前ですね。はい、上京した時に、はいはい、サンドイッチマンと同じぐらいの時期ですね。ああ、そうなんですか。に、ハッタリライブ。入ったんですか、いや、同じぐらいの時期に、ハッタリライブ。事務所は違ったんですけど、うん、同じぐらいの時期。もうその時もう鍋プロにいらっしゃる。鍋プロに入る前。入る前に。入る前に。ハッタリライブでって。だからもう初期に出させていただいて、で、もう何十年も会ってなかったんですけれども、うん、デビル剛健って分かりますか？いたね、はい。俺がちょっといじった。ああ、そうです、そうです。なんか爪のやつですね。そうです、爪の人。すごく喜んでましたよ。うん、いじってくれて嬉しかった。彼も、じゃあ、ハッタリライブ、昔から出てる？いや、彼は最近出てる人なんですけど、ある舞台、ようこそ湊先生っていう、阿部正樹君の舞台に私が出た時に、彼が裏方でいたんですね。はいはい、で、菅谷さんって知ってますか？ハッタリライブ、うん、今も僕出てるんですよって言って、うんうん、ファイナルがあるんで、青木さんに出てもらいたいって言ってました、みたいなところから、菅谷さんと繋がって、デビルつながりで。そう、デビルつながりで。デビルの紹介で。デビル紹介で久しぶりにつながって、で出ることになって2日前に降板票が来たら、鳥の前で、ナイツ青木さやかサンドイッチマンになってたんですよ。そうでしょう。そりゃそうでしょうじゃないんじゃないですか。そうですよ、やっぱり。私はもう20年ネタをやってないんですよ。で、菅谷さんにすぐ電話したんですよ。この降板は困る、はい、そしたら知り合った順なんや、知り合った順なんや。俺と知り合った順で、サンドイッチマン、青木さやか、ナイツだから。だとしたら俺たちもっと浅いと思う。古くないぜ、俺ら。そうなんだ。青木さんよりも全然浅いですよ。そうでしょ。だからナイツ、青木さやか、サンドイッチマンが一番古いっていうことらしいんですけどね。それでネタをこう、やる。まあ、20年ぶりにやるので、うん、ちょっとサンドイッチマンにネタを見てもらったよと思って楽屋に行ったら、うん、はい、ナイツに見てもらえいなよって言われて、はい、で、土屋さんが花輪さんに見てもらえいなよっていうふうに言ってくださったから、はい、楽屋で見ていただいたのね、はい、2回ね。まあ、でも吉田弘さんもなんかいらっしゃったんで、そうです。なんか、楽屋ね、奥さんと一緒にいましたけど。気遣いながら、こっちもなんか、同じ楽屋だった。異様な空間でしたよね。あと、原始人さん。あと、原始人さん。いらっしゃいましたね。吉田弘さん、原始人さんと、吉田弘さんの奥さんがいらっしゃる中で、結構大きな声で。ネタ見せですからね。ちょっと恥ずかしかったですけど。全力でやりましたって、楽屋で。やりました。でもそう、やらないと分かりませんからね、見てもらわないと。いや、分かんない。なんでアドバイスできないですよ、そんな。楽屋で先輩のネタ 100% 見たことないですから。じゃあ、5に行ったら5に従えだなと思って。これがなんか、スープ、はい、早作り対決とかだったら、私もお二人にアドバイスするかもしれないです。スープ早作り対決？スープを早く作るのが上手い。段取りの良さとか。そうです、そうです。そういう料理対決みたいなことだったら、私もお二人にアドバイスしたかもしれない。僕らが逆に教えてもらう方で。そうかもしれないけれども、まあネタですからね。全然、でもジャンル違うから、わかんないですよ、僕。わかんなかったですか、うん、よく見てましたよ、だってエンタの。神様とか出てましたよね、そうですそうです、でも早々にネタをこう引き上げちゃいましたからね、1年に1本しかネタができなかったんですよね。あ、ライブとかがあんまりやっぱなかった、まあ、ありましたけどなんか同じのをやってましたからね、あ、そうか、全然できなくって、まあ正確にはできたんですけど誰も笑わなかったっていうことなんですけど
誰も笑わないネタができてた。できた、そうですね。なんかネタができなかったってわけではないんですけれどもね、なんかクオリティっていうか、まあ皆さんが笑わないネタができてったっていう感じですかね。うん、いやー、まあだから、ちょっと、この最近ですもんね、はい、それまであんまりお会いすることがなかった。そうなんですよ、一緒にテレビに出る時期が全く違いましたから、ね、そう、はい、確かにそうですよね、はい、ほぼほぼ初めましてで、うん、いやいや嬉しいです、ありがとうございます、こちらこそありがとうございます。嬉しいのがなんか、うん、漫才協会の映画を、うん、そうなんです、わざわざ群馬まで見に行ってくれたんです、うん、群馬、私木曜日にこの番組に出させていただくことが決まって、はい、決まって、うん、でナイツさんのナイツラジオショー、うん、まあ、聞いたことありますけれども、うんうん、あのごめんなさい、そんなしっかりと聞いたってことはなかった、はいはいはい、で漫才協会の話をするんですね、うん、月曜日、うん、はいはい、だから漫才協会って一体何だろうなっていうところから、うんうん、ナイツさんのファンの石川さんっていうですね、はい、うちの娘の、うん、友達のお父さんがナイツさんのファンなんで、石川さん、石川さんって分かんないですよ、いやいや知らないですけど、まあ流れとして、ね、石川さんに連絡して、うんうん、ごめん私ちょっとラジオショーに出させてもらうんだけど、はい、漫才協会って一体何だろうかっていう話をした、うんうん、そしたら東洋館に行った方がいい、うんうん、で東洋館を調べてくれたんですよ、で今東洋館、うんうん、漫才協会やってないか、その席ですね今ね、そうですね、違う協会がね、はいはい、やってるから、うん、これは映画だよ、映画を見に行かなきゃいけないっていうふうに言われて、うんうんうん、高崎だと調べたら、今都内でやってないんだ、関東ではやってないから、そうなんです、うん、で群馬の高崎に金曜日に、金曜日大雨の日だったんですけどね、だからちょっと混みましたけれども、混みました、混みました、道がね、ごめんなさい、ごめんなさい、私ね、たまにね、主語がないんですよ、申し訳ないです、でもそこら辺はお二人が何とかしていただいて、映画館が混んでると思うじゃないですか、ごめんごめん、そんなこと期待してて、ちょっと緊張してるんですね、私、しょうがないですよね、それは、映画館混んでたかもしれないよ、満帆の映画館ね、すごい、50人ぐらいの席があったんですけど、はい、10人ぐらいらしい、家でもいや、そう、程よい感じでね、程よい感じ、平日ですからね、平日の、そう、平日の4時ですからね、1回しかやってないんですよ、4時の1回、よくそれ言っていただけます、ね、いや、よかったですよ、本当ですか、見て、本当によかった。東洋館が出てくるじゃないですか、うん、はい、もちろん、うん、で東洋館みたいな劇場なんですよ、その映画館が、ああいいですね、だから東洋館で映画を、うんうん、東洋館を見てるような感じで、で、ああなんかいろんなことを思い出しましたね、本当になんかなんか一人一人すごく楽しかったし、東洋館にも行きたくなったし、うん、あ、私お笑いが好きだったな、そういえばっていうことも思い出したし、名古屋でイベント MC を昔やってたんですけれども、うんうん、その時に一番最初に MC をやらせてもらったのがおぼんこぼんさんだったんです、うん、そういえば、そうなんですか、はい、それまだ芸人になる前になる前に MC、 イベントの MC、 そうです、キャラクターショーの、キャラクターショーのとか、イベントとかの、影穴とか、ね、よく営業とかによくショッピングセンターとかにいるような、あ、そうです、そうです。はい。司会の人いますよね。で、おぼんこぼんを紹介してた。そうです、そうです。すごいですね。おぼんこぼん座賞、どうぞみたいな、そういうやつで。やってました。思い出して。なんか、あの頃から、ああいう、あの頃、おじさんだった、うん、30年ぐらい前ですけどね。まあでも、そっか。まあもうベテランですよね。そう30年前は。そうですね。全然お変わりにならないな、と思いながら。それちょっと懐かしいなと、懐かしいなと思いながら、気になる師匠とかいました、あの方はどうで、どうなったんですか、ネットで見ても探せないんですけど、うん、何かがなんて在籍だけしていて、高見小玉師匠、あ、そうです、あの方は一体何のニュースがあって、うん、はい、なんか発表できないニュースがありましたよね、なんかね、企んでるっていうのは感じましたけど、はい、あの階段の踊り場でインタビューしたのがもう、うん、去年もう1年以上前なんですよ、うん、だからその後本当に何かあったのかっていうのはまだ聞けてないんですね、あ、そうなんですね、はい、うん、だ今後どうするかっていうところで一応8月に小玉賞のスケジュールを抑えて、はい、ちょっと東洋館でトークイベントやろうかなと思って、うわ、それは楽しみですね、はい、だって顔も出してらっしゃらなかったですもん、あの時東洋館にじゃあ立つのはもう本当久しぶりになる、久しぶりだね、余裕でいいよって、あ、それいいんだ、2つ返事で、あ、分かりました、なんだった今まで出てないの何だったのネタとかをやるのが嫌なんで、トークイベントだから。トークイベントだったらいいんだ、うん、全然いいよって、出てくれることになったんで、まあ、そこで発表になるかもしれない、そこで発表するかもしれない、ね、計画してたものなのか、ね、気になりました、すごく気になりました、ありがとうございます、いやいや、もういろんな方が気になりましたけれどもね、夫婦別れたのに一緒に立ってる方たちとか、浜子寺子、はい、で一緒のシングルのお布団に寝てらっしゃったじゃないですか、うん、はい、もうにわかには考えられないですよね考えられないですよね、ちょっと考えられない、あの布団を
見て不憫に思った松本明子さんが、うん、ダブルの敷布団をこの前買ってくれて、うん、プレゼントしました。そうなんですか。いろんな人に支えられてね、支えられ漫才協会やってますね、本当。あんまり面白くて、うん、YouTube も見ましたからね、浜子さんたち。あ、浜子お寺子 YouTube やってるんですか。はい、YouTube、花輪さんの YouTube。ああ、そうそうそう、この前ね、はい、うちでトークしたやつも。あ、そうです、そうです。うわ、嬉しいですね。追いかけてます。いや、いいですね。いや、ありがとうございます。なんかね、急遽見ていただいて。見ました、うん、ねえ。うん。じゃあ昨日も早坂営業に行こうかと思ったらしいですよ。なんか急遽ちょっとそれが用事ができて。昨日どこだったっけ？水戸。水戸まで。水戸まで？水戸まで見に来ようかっつって、うん、なんかこういろいろ調べてくれたらしいです。ああ、すいません。いや、私の周りナイツさんのファンがすごく多いんですね。石川さんだけじゃなくて。石川さんだけじゃないですね。ないですか。本当は高崎も、はい、ヨーロッパ企画の土佐さんとか、っていう劇団の土佐さんとナイツの話をたまたましてたから行く。前日だから行けなかったんですけど。あとザブングルの加藤くんとか東大ヤンキー沢山くんとかも誘ったんですけれども、うん、はい、ちょっとみんな前日だから行けない、次の日だから行けない一人で結局名前がみんな面白いっていうか、まあザブングルの加藤さん知ってますけど、はい、東大ヤンキー東大ヤンキー沢山くんっていうですね、東大出てヤンキーなんですか。あ、東大出てヤンキーでもないけれども、うん、名前はそれにしてるっていう芸人の男の子がいるんですけど、はい、今うちの娘が家庭教師をしてくれてるので、うん、東大だから。そうです。そっか。で一緒に行かないって言ったらちょっと、うん、今税理士さんかなんかの うん、なるための勉強してるから、公認会計士じゃなくて税理士だ。税理士大変だよ税理士さん、はい、から。でも芸人になるよりもよっぽど自信はあるんだって言ってましたよね。言ってました。勉強ができるから頭がいい。現役のまだ芸人なんですよね。現役の芸人、うん、Q 様とかに出てる。あ、そうなんですか。はい、じゃあ頭いい系だ。そうです ね。すごく賢い、2人組で勉強できる。一人で。あ、一人なんですか。はい、東大ヤンキーの。東大ヤンキーさん。そうなんですか。すごい、ありがとうございます。とんでもございません。漫才協会勉強して、今日臨んでくれ。いや、漫才協会が分かりました。どういうものなのかが。分かりましたか。はい。あ、よかった、ね。うん。一体何なんだろうなと。何なんだろうなと。はい。あの映画を見ればもう一発で分かる。うん、あんまりそう、仲いい芸人さんいないですか、漫才協会にね。いや、漫才協会に誰が所属してらっしゃるのかがちょっとあれなんですけれども。うんうんうん、でも、ライブに出てた人、いや知らないかな。意外といないかもしれない。ボキャブラ世代ちょっと上ですもんね、やっぱ青木さんよりも。そうです、そうです。自分のちょうど世代でいらっしゃらないかもしれない。あんまりいらっしゃらないかもしれないですよね。誰と同期とかなんですか、青木さんで。もともとは、東京ダイナマイトの松田くんとコンビを組んでました。そうだ、そうだ、はい、そうだ。温泉こんにゃくアクロバットショーってコンビを組んでたんですけど。そうだ、そうだ、そうだ。はい。90もう5年ぐらいですか。そうです、それぐらいですかね。そうですよね。誰と同期なんだろうな。ゴリケンとか。ああ、一緒の ね、渡辺で。渡辺ですけど、森さん中さんとかそれぐらいですかね。ちょうどだからいないかもしれないですね。そうですね。ボキャブラと僕らの間ぐらいの世代だね。ネズッチさんとかそこら辺がそうですね。ちょっと同じ。ネズッチさんとはよくテレビにでご一緒させていただいてました。そうですよね。はい。まあ、もし、ね、いつでも入らなければ漫才協会入っていただいて、はい、お待ちしてます。まあ、ネタも15分ですけど。15分なんですか。はい、15分ですけど。どうですか、あのネタ、私のネタ。正直どうでした。ハッタリライブ、まあ、ハッタリライブ、あ、正直どうでしたかって、ごめん、見てなかったです。いや嘘でしょ。あのネタ見せしてもらったので、ちょっと待ってください。裏にいっぱい人がいたんでいっぱい喋っちゃって、すいません、ごめんなさい、本当に見てないです、すいません。知られないな。なんかあのライブね、なんかちょっとそのエンディング出るのか出ないのかみたいなのもちょっとよくわかんなくてね。よくわかんなかったんで。だからもう袖に人がごった返してた。まあごった返してまして、はい。はい、ね、いつ呼ばれるのかわかんなかったし。え、土屋さんどうでした。僕もちょっと、はい、なんか懐かしい顔があったんです、すごいな。元気みたいな話が。ちょっと。へー。まあ正直、はい、まあ、頑張ってみたいな声援がありながら。それはなんか、ちょっと聞こえてました、なんか。なんかね、うん、そうですね。頑張ってくれって。ざわざわ、うん、しながら私を応援してくれてるファンの、ファンっていうか、いや、もうでも、お笑いファンの人たち。出てきただけで盛り上がります、やっぱ、青木さんは。それはね。それはね、サンドイッチマンも言うんです。出てきただけでいい。うん、出てきただけでね。出てきただけでいいんでしょうって言ってました。だったら、30秒でいいと思うんですよ。8分ありましたから。そう。意外に長いんですよ。そんなね、出てきただけで許されないんですよ、8分って。8分、ぴったしやんなくてもよかったと思いますよ。うんうん、3分ぐらいで。まあね、でも、やっぱり、姿谷さんがいやダメだっていう話でしたから、まあ厳しいからね、姿谷さんは厳しかったですから、やってくれってことで、でもサンドイッチマン
20分ぐらいやってましたけどね。いや、あれもね、ちょっと長かったですね。やりすぎ。もう10分とかができなくなっちゃったな、サンドイッチマン。サンドイッチマンはもう逆にね、できなくなっちゃう。なんか、怖くなっちゃってね、もう。すぐネタに入るのは怖くなっちゃってるからね。短くやるのか。そんなことある。なんか、そんなことあるんだ。小島さん一回挟まないと絶対いけなくなっちゃう。怖くなっちゃってるから。そういう体になってきちゃってる。今なっちゃってるから。小島さん出てましたね。いいのかな、本当に。ありがとうございます。じゃあこそ。ね、よろしくお願いします、今日は。昨日僕なんか、5年以内の結成の賞レースの審査員になったんですけど、優勝した、清川雄二くんっていう、全く知らなかったんですけど、どこの事務所の人？吉本の、吉本のピン芸人。ピン芸人なんですけど、ちょっとびっくりしましたね。まず1本目が、腹話術なんですよ。腹話術めっちゃうまいんですよ。やっぱ普通内容も面白いですよ。二つ持ってしか二つ持ってるんですよ、うん。右手と左手に。一国道さんみたいな。そう、一国道さん。それで、それも可愛いし、うまいし、臨床するっていうのも、普通にネタも面白くて、うわ、すげえ、腹話術うまいし、と思ったら途中でハーモニカを、加えながら、口の中にハーモニカを入れちゃって、それでハーモニカも吹きながらやるみたいな。腹話術？腹話術で。それで、それもなんか、本当に弾けるのに、ブーとかやってボケとか、バカバカしさもあって、でもうわーって拍手で、大盛り上がりじゃないですか。で、僕は野田クリスタルだったんですけど、同じ審査員で、めっちゃ面白いな、あの子って言ってたけど、俺は、これに、2本とも同じになっちゃうから、どうすんだろうって勝手に思ってて。で、2本目があるんだ。うん。で、あと難しいのがもう、コント、漫才、ピンとかもごちゃごちゃになったので、で、僕はまあ漫才の子を、ここで選んだんですけど、ただみんなその強化君を選んでて、で、次の決勝まで進んだんですよ。で、何すんのかなと思ったら、今度またそのハーモニカを、まあ一応口の中に入れるんですけど、なんかホッピングみたいのあるじゃん。なんていうのかな、ホッピングって。あるね。ホッピングじゃない。ホッピングですか。ホッピングしながら、ハーモニカ吹いて、縄跳び。で、二重跳びして、最後それで剣玉するっていうこと。すごいな。一人でそんなできんの、はい、もう腹話術どころじゃないんだよ。腹話術な、で、野田くんも、いや、腹話術とかじゃ弱いやつだったんかいとかつって二人で言って、もうやばくねこいつって。で、面白いんですよ。面白いんだ。笑いも起きてるんですか。で、なんか見た目もいいし、ギャグセンスもあるし、こいつすごいなって話になって、で、やっぱり、優勝。優勝して、で、最後優勝の時も、すごいねって話したら、まあ、今日はね、あれだったんですけど、髪切りもできるって言うんですよ。ああ、すごい。で、なんでそんなすごいんだろう。なんかやってたのって、いや、サッカーだけですとかって言うんですよ。いや、そんなわけない。学生時代はサッカーだけです。学生時代はサッカーだけですみたいな。どこで習ったんだろうね。独学だって言ってた。清川くん。その、腹話術と、あ、もう全部独学だってすよ。で、笑い飯さんみたいになりたくて。全然違うじゃん。全然違う。でもなんか、ボケとかの感じとかは、ちょっとなんかこう、やっぱ、そういう感じ。その中に入れるボケとかネタが面白い。ネタは面白い。だから、ただ、すごいねって言われるのがあんまり嫌で、やっぱり、アホだなって言われたいから、そういうとこはすごい笑い飯さんの哲夫さんとかをすごくリスペクトしてますとかって言ってて。芸を身につけた上で、バカバカしいことやるっていうね。だから4年目ですから、あれが20年とかだったら、なんかそれはまあ拍手ですごいなってなるけど、あんなことできるやついるんだと思って、だから、キャプテンバイソンっていうね、去年も、出た、決勝出た5年目の、今年ラストイヤーだった人力車のものすごい面白いコントの、子たちも、なんかやっぱりその出番が3番目だったんですよ。清川くんのあの、けん玉のブワーって拍手の後に、なんか普通のコントやってるから、面白いんだけど、なるほど。いや、さすがに。こじまりね。そうそう、ちょっとあの後は僕らもやりづらかったっすね、って言ってたから、すごいやついましたね。ね、へえ、見てみたい。じゃあもう結構圧倒的決勝も、優勝は。なんかもうジャンルがね、全然違うから。まあ、ピンもいればね。だからもう、ちょっと正直、あれだったんだけど、もうあんなに沸かせて拍手もらって、っていう人はいないでしょう。あんなのもだって、誰も勝てないと思いましたよ、本当に。だから、芸歴関係ないよね。関係ない、関係ない。でも師匠にもいないもんね、そういう人が。だから要は。東洋館出たって多分一番受ける。全部できる人なんかいないんだから。それが4年目でできちゃってるってすごいね。すごいっすよね。何見てた？YouTube とか見て、
なんですかね。あ、独学でまし、ね、でもやるとしたらそういうちゃんとしたあのバランス感覚とかそういうのもないと、うん、もう絶対にまず無理だから。だから、うん、YouTube だとしても今はもうそれで全部独学で、うん、何でも習得できちゃうってことですかね。うん、若い人みんなできるのかな。もうなんかちょっと YouTube 見てちょっと練習すればみんなできるのかな。できないよあれ。もうそういうみんなが、ね、一生かけて習得するような芸をさ、まあまあ南京玉すだれぐらいだったらもう1日でできそうだね。そんなこう1時間でできる。てか俺たちも多分できてねえし、うちらも2、3時間ちょっとレクチャー受けただけだからね。まあだから目標も花から世界に向けてる感じでしたね。なるほど。目標はどこなのって言ったらやっぱり、うん、あの僕らだったらテレビ出たいとかそういう感じだったじゃないですか、うん、もうあのなんとかずタレントとかああいうの世界にやっぱりやりたいですって言ってたから、ね、うん、あのそうだねってなんかもう審査員もなんか俺たち何やってるのそんなことはないけど頼もしいお金ですね。いやすごいねすごかった。清川普通の名前なのがいいよね。清川雄二。清川雄二。すげえ普通の名前だね。俺、荒川アナウンサーかと思った。荒川雄二。日本放送の荒川雄二、三寸も。何かに似てると思ったら、荒川雄二に似てる。荒川雄二さんか、なんか、アンダーファイブで優勝したのかと思って、俺実況もできるんじゃない清川雄二、実況もできるかもしれないね。多分、ただ、荒川さんの、エロには勝つ。エロだけは多分、清川、まあ、わかんない。荒川さん超えてるかな。荒川さんすごいスケベなんですよ。荒川さん、そこも清川超えてたらもうパーフェクト。じゃないから別に荒川さんのこと。アナウンサーさんなのに。アナウンサーで、日本放送のアナウンサーで。パーフェクトです。やっぱり、下ネタなんかもね、やっぱりちょっと欲しいじゃないですか。そうですね、時々。そうだ、まだやっぱちょっとやっぱ、あの、クリーンな、爽やかな感じで、清川君はね。だから、本当にちょっと全く知らない。でも、ノンスタイルの石田君とか、哲夫さんは5年目以下の芸人みんな知ってるんですよ。それなぜならば先生だから、NSC の講師自分の教え子が出てるから、だからなんかあのそれもやっぱり嬉しい喜んでましたよ。やっぱ本当にこうやって出てきてくれたら嬉しいみたいなね言ってた。僕は全く全員マジで初見だから本当に。面白かった。ただ、俺はもう毎回必ず審査員の時に、うん、M1 とかでも言うんだけど、うん、俺も言いそうになるんだけど、うん、本当はそういうふうに思ってない言葉が一個あって、うん、今年レベル上がってますねって言うんですけど、うん、毎年そんな変わんない。思わないですか？そうなの？今年レベル高い。ついついやっぱ、あの、総評でね。やっぱ言うでしょ？言うよね。そんなこと言ったら20年前つまらないみたいだけど。面白かったですね。20年も面白かったですよ、俺たち今ね。オードリーも、ノンスタイルも。だから別に。まあ、そう、やすやすと言っちゃいけないかもね。レベルが上がってますね。っていうのはね。本当は下がってると思ってる。下がってるは言わなくていいと思う。思ってても言わなくていいと思う。下がってはないですね。私は本当のこと言うと、あまり見てない。あまり見てないのかあまりちょっと笑いがね、早すぎてちょっと。最近止まっちゃってるんですね。そうそうなんです。いるからもうチェックできないですよ。でもこれもだってアンダーファイブね、これは5年以下でしょ。で今日一時代来るゲストはマセキアンダーナイン。アンダーナイン。9年目以内のあれを優勝したフランスが決まって、いろんな賞レースもあります。最後野田君がさ軽い打ち上げあった時に。あの、一言したときに、今の中、子たちはね、賞レースにがんじがみだと、思いますけどもね、頑張ってください多すぎちゃって。すげえ共感得たでしょ、それも。みんななんかすごいうなずいてました。毎月賞レースあるみたいなね、感じになっちゃう。5年以内、何年以内。そういう時代になってるんですよ。そうですよ。何やってたんですか？この何年か。この20年、ちょっと花さんが審査員やるだけでも、毎月やってるよね、なんかね。ありますよ。あと8月31日、野菜の日に、小島よしおしさん、野菜ワングランプリの審査員やる。野菜ワングランプリって野菜のネタだけの1位。それはね、知ってます。野菜が好きだから。それ知ってんだ。それは知ってる。その審査員も野菜ワングランプリやりますんでね。すごいです、今。ありがとうございます。それではね、そろそろ行きましょう。Program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready? The Radio Show!
ネイツラジオショー、改めまして今週もよろしくお願いいたします。さあ今週はこの後1時台にマセキ芸能社期待の若手フランツのお二人が、うん、そして2時台にはアバレル君が登場します、うん、ゲストのアバレル君といえば冒険少年での生活や脱出でおなじみということで、うん、今日はこんなメールテーマを用意しました。最近した冒険。年を取るとだんだんと冒険や挑戦をしなくなると言います、うん、あなたがした冒険体験を教えてください。日本放送社員でビバリの担当もしていた鴨さん、早期退職してただいま自転車で日本一周中。本当ですか、鴨さん。なんかもう顔が浮かぶから面白いわ鴨さんの。幸せそうな顔で自転車漕いでそうですね。そうなんだ、そんな大きな冒険から食わず嫌いだった食べ物を口にしてみたなんて小さな冒険まで何でも構いません。宛先青木さやかさんお願いします。はい、受付メールアドレスは rs@1242.com rs@1242.com。 すべてのメールの中から抽選で5名の方にラジオショーオリジナルサインペン、月曜日は赤をプレゼントします。住所、本名、電話番号も忘れずにお願いします。はい、今日はね、青木さんへの質問やメッセージもお待ちしております。ありがとうございます。それではナイズラジオショー、今日も3時30分まで生放送です。主よりお知らせとお願いです。あなたの財布に入っているクレジットカード、そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすればあなたに現金がいくら戻るのか無料で確認できます。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか今すぐご確認ください。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 はい、どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。おかげさまで開局70周年、笑顔になあれ日本放送。ここで日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの原さん、お願いします。はい、お伝えします。首都高速道路の状況です。5号線の下りは戸田南でトラック2台の事故のため高島平まで4キロ渋滞しています。高速道路などの状況です。東名高速道路の下り線は神奈川県の大和トンネル付近で6キロ渋滞しています。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは海老名ジャンクションで2キロの渋滞です。一般道路の状況です。都内の環八通りの世田谷方面に向かう内回りは杉並区高井戸西3丁目付近で工事が行われているため5キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの原でした。原さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分頃お届けします。この信号を左方向です。やべ、通り過ぎちゃった。ち、え、あなたはいつも私の話を聞いていない。人もナビも夕方過ぎれば疲労感。セサミンとアスタキサンチンで疲労感軽減。サントリーセサミンバイタル、機能性表示食品です。ポッドキャストを通じて吹奏楽を広く知ってもらう番組、東京高専ウィンドオーケストラプレゼンツ It's a Wonderful Wind。 日本放送ポッドキャストステーションで各週の金曜お昼12時に配信中。吹奏楽の魅力をお楽しみください。Zoom。 就寝時に枕元でその日の放送を流しながら聞くことが多いんですが、皆さんの声が耳に馴染みすぎて最近はオープニングトークが終わる前に寝落ちしています。失礼だ。辛坊治郎ズームそこまで言うかは今日午後3時半から。日本放送さあ
ここで一組目のゲストです。木野花さんが審査したのはアンダー5アワードですが、先月開催されたマセキアンダー9グランプリ、そこで優勝したのがフランツというコンビでした。優勝得点の一つがこのナイツザラジオショーの出演権ということで来てもらいました。まずは挨拶代わりのネタ披露からお願いします。お願いします。お邪魔しまーす。フランツです。お願いしまーす。いやー、あのさ、うん、俺この間あの男女合合の飲み会みたいな行ってきて、女の子たちと、そうさ、女の子5人とも全員可愛くてさ、最強の5人林やったんや。うん、ほんでこう俺一番タイプの子がこう向かいの席の一番左やって、左大臣ね。そうで俺こっちの席の一番右やって、あ、右大臣やったんや。そう、席遠いなーと思いながらミックスナッツ食べてて、アメリカのひなあられ。お前なんかひな祭り気分抜けてへんやん。アメリカのひなあられ。おい、誰が右大臣やねん俺。え、なんか正月気分とかやったらわかるけど、何それ。もう6月やのにひな祭り気分抜けてへんかった。うん、てか抜けてへんとかの前に入れる？大人の男がひな祭り気分にさ。あの、俺な、毎年家で、こう、ちゃんとひな祭りセット出して、こう、本気でひな祭り楽しんでんのよ。でもなんかちっちゃいめいっ子とかと住んでんの？いや、男だけでルームシェアしてる。いや、女の子のお祭りちゃうの？お祭りっていうか、女の子の美しく健やかな成長を願う日やな。あ、俺さ、マジで女の子の健やかな成長を願ってんのよ。20秒前までキモくなかったのに。マジで健やかな成長。こいつや。え、お前なんか今グレーから一気に黒になったやんけ。え？北王子金夜の髪の毛か。どういうこと？だからお前今その北王子金やったら髪の毛上黒いねん。でももみあげ白いねん。で間はグレーやねん。だからお前は今北王子金やを下から見ていったみたいに、あ、キモくないやん、あ、キモいんか、あ、キモいんか、あ、キモいやん、キモいやんってなってて。それはちょっと前の北王子金やで、こう今上の方もグレーになってるからってことは、俺もキモくないやつってこと？キモくて金夜に詳しいやつや。俺も今はグレーってこと？なんで北王子金夜が髪染めたらお前がキモくなくなんねんそれ。だいたいさ、こう俺が一人でひな祭り楽しんでてもええやんかこれ。男一人でやってたらキモいから、さすがにそのひな祭りって女の子と一緒じゃないと参加できへん行事やねん。最近のプリクラコーナーか。いつもやったら笑ってた。最近のプリクラコーナーか。いつもやったらいいね、愉快でいいけど、今はキモいだけやからやめても。でも最近のひな祭りにも思うことあってさ。この話長なるんかい。もうええわ。ありがとうございました。ありがとうございます。フランツのお二人です。ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。さすがだね。ああ、ありがとうございます。さすが優勝。はい、ありがとうございました。マセキアンダーナイングランプリという。誰が行ったの、決勝。もうそうそうたるメンバー。そうそうたるメンバーです。そうそう。はい。田中太郎とか、グラム、モメント、などをたくさんの、たくさんなだけじゃん。たくさんの9年目以下。中でも弱いやつの名前を言うな。とにかく9年目以下のやつが集まってて、マセキの中で。そいつらを倒して。いや、まあ、優勝しましたよ、僕ら。優勝しましたけど。すごいじゃん。そうなの、もうマセキが9年目以下全員集まってやったんですけど。これさ、なんかこれ見たらさ、5年以下の大会優勝してんじゃん。あ、そう、一回ね。そう、K-PRO さんのね、まあ、ライブなんですけど、5年目以下の大会。事務所関係なく5年目以下の芸人さんの大会みたいなのがあって。止まってくれ。アンダーナイン、アンダーファイブの前にあったんだ。そうです、ありました。アンダーファイブめっちゃパクってんじゃん、これを。こっちが先ですよ。こっちが先ですよ。そうだよね。そうです。それのパクリのアンダーファイブアワードで、そう。去年、僕ら今6年目なんですけど、去年は5年目なんで、ラストイヤーで出て、出たんだ。もうこの5年目以下のライブの大会も優勝してるから、正直まあ決勝までは余裕やろみたいな感じで言ったら、余裕で2回戦で落ちました。そうだよ、そっか。こっちはポンって落ちちゃったんですよ、ね。まだ6年目なんだね。そうです、そうです。でも、マセキの方は、もう全員ね、集まって。いや、その、僕、これね、知ってます？マセキアンダーナイングランプリって。一応、9年目以下のマセキの芸人を集めてるんですけど、9年目以下が全員出るんですけど、なんか、かがやさんは、今9年目なんですよ。かがやさん。9年目なん、まだ。キングオブコント決勝も行ってた。でも、ちょっと、強すぎるということで、免除されてるんですよ。ダメだよ、出たら。ずるいでしょ。まあまあまあ。出たらずるい。確
かにここはね。ずるいと。で、でも、かがやさん出たらずるいんで、いなかったんですよ。マジか。できれば、かがやも出た上で、そうなんですよ。倒して優勝したから。これ、まず、アンダーナイングランプリってタイトル出た時点で、うん、あ、かがやさんとか、うん、と、わーって若手で1位決めんねや、うん、嬉しいと思ったら、うんうん、いや、かがやさんは忙しくて強いんで出ませんって。それはなんか逆に寂しいよね。寂しいっすよ、それは。いや、キングオブコント決勝なんか言ってたらもうずるいでしょ、そんな。そうだよね。そうそうそう発掘だから、これは。そうだまあまあ、ね。だから僕らが一番面白い、うん。ありがたく優勝しましたけど。でも本当やっぱり、キモシェアハウスに住んでるだけあって。キモさがよりキモくなったな。キモシェアハウスの住人、ね、あ、そうです。トキ君、ね。あ、知られて、知ってますか土屋さんも。トキ君、そっか。はい。そなんか、話は聞いてるよ。新しく入ったんだよ、ね。誰がいたっけ事務所の先輩の学付けの木田さん、うん、っていう人と、うん、サスペンダーズの古川さん。あ、そうです。キモか。ね。キモい。とかと住んでるんですけど。キモい。そう、その3人で、地下芸人ラジオもね出させていただいて、そう一回出して、あ、3人で出たんだ、夜ね、その3人気持ち合わせの3人に来て、はい、夜居酒屋食べ行ったんですけど、うん、もうめっちゃくちゃ早いんですよ食うのが。なんか最近の若い子って、なんかこう置いてあってもあんまり食べないじゃないですか。俺のイメージ、俺は結構早いから、うん、だけどもう、あっという間にこう、ブラーって。それも含めて超キモかった。みんなで、大急ぎでみんなで食って、花田さんがまだ食ってない唐揚げをじっと見る。気持ち悪いな。若手がお腹減ってるとかじゃなくて、癒しいんだ。癒しいんだよ。俺、珍しいなと思って、こんな早く食う若手って。いや、チャンスなんだよ。大丈夫。ちゃんと普段食べてるちゃんと。いや、やばいっすよ、でも。食い地、食い地が、すごい食い地が。食い地が、トキ君、はい、なんか、もう、なんか、一回ツイッターに誰かが動画であげたんですけど、家に帰って、もう冷蔵庫開けて、ウィンナーを焼かずに食べてる。どんだけ腹減ってんの、お前。早いんでね。そっちの方が。早いと。ウィンナー焼かないんですよ。腹壊す。早いんで、そっちの方が。早いんで、じゃないよ。同級生なんですか、二つは。僕は、小学校からの同級生です。山川君も。いや、はい、僕も同級生。兵庫出身で。兵庫出身で。なんで魔石に入ったの、そうだよね、いろいろ聞きたい。関西弁だしね。はい。あ、そうなんです。マゼキのイメージない。もともと社会人でやってて、うん、まあ、僕は名古屋で働いてて、向こう、うん、こっちは大阪で働いてて、うん、でも、東京行ってお笑いやろうって、遅いから、やっぱ社会人やってたら。うん、で、どこ行くんって言ったら、マゼキって。もう僕がもう、一発で。なんで、まあ、その時に、うん、その、まあ、言うと、ほんまに言ったら、好きな芸人、うん、その時に好きな芸人さんが、うん、漫才、コント、ピンで誰かなって考えたら、うんうんうん、漫才が、うん、まあ、ママタルトさん。サンミュージック。サンミュージックね。うんうん、で、コントがサスペンダーズさん。今一緒に住んでるんですけど、好きで、うん。ほんまにその時好きで。うん、で、コント。で、マセキ。うん、で、ピンが、ルシファー吉岡さん。そう。が僕一番好きで、マセキで。だから、2対1でマセキにしたんですよ。そう。そう、多い方がいいと思って。サンミュージック。お前、キモいやつ好きなだけじゃないですか。ルシファーも。めっちゃ太ってる人とか、めっちゃハゲてる人とか、めっちゃハゲててエロい人とか。憧れて入ったら、どんどん髪の毛も伸びて、うん、どんどん。マセキ入ってから伸びたこれ。マセキ入ってからどんどん伸びて、キモくなってて、めきめき伸びて。もともとキモシェハウスは、はい、今、ブレイク中の、はい、あいつがいたんだよね。ハルト飛行機のグンピーさんっていう、バキバキ童貞。そうそう、YouTube でね、バキバキ童貞知ってます?調べます。バキドウって。それもね、最近知ったから。あの、タイタンですよね。なんだろう、バキバキドウブレイクしたのあの、なんか、そうそう、街頭インタビューで、なんか、アベマのニュースで、なんか、童貞の20代が増えてますみたいな、やつで、うん、で、童貞っぽい人にちょっと声かけて、うん、あんたって童貞ですかって聞こうみたいなインタビューがあって、ニュースであったの、そしたら、なんか、ダウン姿の、絶対童貞やろっていう、その、グンピーさんっていう130キロがあるんですけど、の人が、こう、のしのし歩いてて、その人に、今、20代の、童貞が増えてるんですけど、うん、ご自身はちなみにって言ったら、うん、あ、バキバキ童貞ですって言って、それがネットでめっちゃいじられた。そうです、そうです。その一言で。バキ童っていう。バキ童って、バキ童って、バキ童。それでバキ童って言われすぎて、バキ童ってね。そう、まあ。バキ童って漫画もあったから。ああ、そうです。そうです。ああ、そう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 。で、そのドラマも出たりして、そうです。卒業したんだろ、キモシェハウス。ああ、そうです。もうバキ童は今言ったら YouTube も150万人登録者がいるんで。そのニュースでバズっただけですよ。そうそう。だから、こうみんなでお金を持ってるんで、こう海外旅行とか行ったら全員バキドウのお金で行くんですよ。そうそう。バキバキドウってグンピーさんのお金全部出してもらって、みんなで海外に行ったりするんですよ。だからもううちではもうバキドウ様、バキドウ様って上がって。
バキドウ様。バキドウ様がうちに来られるらしいぞ、って言って、みんなで、たまに家来たりする。来るんだ。ふるさとに来るんですよ。そうそうそう。そう、キモい自分をちょっと懐かしみに来たりするんですよ。そう、その時はみんなで崇めて。そうです、そうです。楽しい。じゃあ楽しいし、憧れの古川と一緒に。そう、そう、憧れの古川と一緒に住んでるんですか。当時は憧れてましたけど、これ一緒に住んだらもう最悪で。最悪。そう、もうその、ほんまに、寝巻きとかがすごい臭いんですよ。ね、なんで臭いねん。寝巻きってなんでこんな臭なんねんって思ったら、その、寝巻きの中にパンツを履かない。その、パンツを履か、下着を履かない生活っていうのをしてて、なんか、下着を履かない生活をしてるんだよって、なんかその、カノオ姉妹みたいに。聞くけど。じゃ、セレブの。聞くけどさ。ちょ、それスーパーモデルみたいに、海外の。いや、俺は下着を履かない生活をしてて。理由があってみたいな。そんな。一緒住めばいいじゃん。嫌ですよ。なんで絶対嫌ですよ。だって、僕もネタ合わせとかでたまに行くんですけど、もうね、足の踏み場がなくて。あ、もう散らかってんだ。散らかってるんですよ。で、ちょっともう飯作るわって時が、ちょっと腹減ったから飯作るわって言ったら、ゴミ箱の上にまな板置いて野菜切ってたりする。そう、シンクがね、もうパンパンなんで。そう、洗いの、こいつ何でも。まな板置くとこがパンパンなんで。誰も片付けないの？もうなんか、その、ルールがないんですよ。もうルールなしで今回行こうやっていう感じで、ノールールデスマッチみたいな。そう、いい形。でも、片付けたやつが負け、損みたいな。いや、やばいっすよ。そう、ゴミ捨てに行ったやつが損してるみたいな。お金と、もう、でも、綺麗にしたいという意思はあるんで、その、ちょっとさすがに自分が使った皿を1日以上洗ってなかったら300円を支払うことになって罰金制にしたんだ。もう洗ってなかったってなったら誰かが写真撮ってこれどういうことって写真300円。でもみんな洗わへんし、みんな300円欲しいから、その誰かが払った300円を違う、もう取られたやつがもう一回そいつのやつ取って300円返せって言って300円が家の中を回ってくる。誰も洗い物しなすぎて、その後でみんなで300円交換し合ってるだけ。洗い物は片付かないし、ダメだね。そうそうそう。ダメなんだな。リビングの机に300円が置いてるだけになってるんですよ。まあ楽しいですね。楽しいですね。にこやかには。そろそろね、みんな30代にも突入してるんですけど。そうなんだ。ママ君は一人暮らし？僕は、僕は普通にあの、同棲してます。うん。彼女と同棲してる。彼女と同棲してる。彼女聞きたくなかったな。情けないから。聞きたくなかった。ない本当に。なんでですか。こっちよりいいでしょ。ちょっとイケメンなもんな。顔ちっちゃいよね。顔ちっちゃいです。あの人にじゃない、玉木宏。あ、それ言われます。ほんまによく言われる。言われるけど、やっぱそうかって思うやつと、そうやなと思うやつがほんまに 50% なんで、一回も盛り上がったことないです、これ。分かれるね。賛否分かれる。分かれすぎて。そう、なんか馬場がね、ちょっとその、なんか、俺は綺麗でいようと思ってるのか分かんないですけど、最近なんか美容にすごい目覚めてて。まあ、そうですよ。スキンケアをね。そうでしょ、やっぱり。そうでしょ。見て分かりました。キモいやつと一緒にいるんだから。差をつけなきゃいけない。ね。いや、なんか非常にね、化粧品とか、スキンケア、化粧品乳液とか、なんか化粧水とか、すごい異常にやってて。やってます。なんかもう楽屋とかで、なんか緊張するライブとか、で、結構ネタ合わせしたいな、みたいな。バトルライブとかで、ちょっとネタ合わせしたいな、ちょっとネタ合わせしようって、ババを誘おうとしたら、なんかババがね、なんか、ダウ9万の女の子と美容の話してたりするんですよ。それがめっちゃムカついて。誰だよ。4人ぐらいいるから分かんない。ダウ9万の女の子たちのやつ。ダウ9万のそういう、吉原とか、その女の子たちと、喋ってます。どんな化粧品使ってんのみたいな、美容の話できるぐらい。お金かかりますよね、だって美容ってね。お金はかかりますけど、まあなんとか。ほんまにもう、なんとか。借金して利用してるの。そうです。最近。異常なんですよ。異常なんですよ。まあ別で借金がまあ普通にお金なくて、まあ100何万とかあるんですけど、でもそんなことより肌綺麗な方がいいから。それも、より借金を増やして肌を綺麗にして。社会人時代は何やってたの？名古屋。社会人の時は、古着屋さんというか、セカンドストリートっていう。ああ、ある、知ってる。なんか、リサイクルショップ的な。そうそう。古着的なのやって、ただ僕服好きで入ったんですけど、なんか、セカンドストリートって郊外やと普通にリサイクルショップなんですよ。家電とか、なんかいろんなさ、お皿とかね、を売ったりしてるんですけど、君はその服の知識はないんで、君はちょっと家電を触ってくださいって言って、その僕服一着も触らんと冷蔵庫磨いたりしてたんですよ。そう、家電担当だったんで。そう、就職何すんのって言って、その古着が好きやから、古着が好きやから、その古着系の仕事に就職しようと思ってんねんって大学の時に言って、あ、そうなんて言って、1年後に就職した時に、もう何してんのって言ったら、もう、なんか、
もうグレーみたいな顔で楽しくなすぎてね、うん、もうグレーみたいな大正時代の写真が喋ってるのかと思ったんですけど白黒白黒のおばあちゃんちの写真かなと思ったんですけど色がそんな血色は全部抜けてたセピア色の顔で、うん、今はもう冷蔵庫をひたすらに磨いてるって言っててやめろかわいそすぎるわと思ってお笑い誘ったんですよこいつこんなんしてるぐらいやったらこんなんしてるぐらいやったらもうお笑いやった方がええわと思って、まあまあ そうだね、それでお笑い誘ったんですよ、ねうんなるほどね、今6年目でよかったいや調子いいじゃん、今年はね。まあまあ、アンダーナインも優勝してますね。アンダーナイン。なんか、夢あんの目標はこう、こういう場合。今の目標、うん、今の目標。確かに、アンダーナインある、うん、僕は、うん、それはもう、もうアンダーナインとか、うん、まあ、この前 ABC お笑いグループで準決勝とか進みましたから。あ、行ったんだ。まあ、もうこの調子でやっぱなんか賞レースの決勝、うん、M1 の決勝とか行くのがやっぱ一番でかいですよね。その先はその先。さっき、その M1 も行って、うん、僕はもうもっぱら、野菜は。うんなんでよ野菜ワンです。8月31日。さっきも喋って、あ、お話されてますけど。知ってる野菜ワン出ますよ。最近野菜ネタ作ってて。野菜ネタばっかり作ってます、最近。野菜ワンに備えて野菜。登録者に対して医療サービスを提供しておらず、当局の取り締まりを逃れるため、砂漠を歩いて移動する無登録者もいるということです。女子ゴルフの笹生優花選手と山下美夢選手が全米女子プロ選手権の後の世界ランキングでパリオリンピックの出場権を獲得する見通しとなったとアメリカ女子プロゴルフ協会が23日発表しました。山下選手は大会前の世界ランキングでは日本勢の4番手でしたが23日まで行われた全米女子プロ選手権で2位となってポイントを大きく加えこの大会で19位だと予選落ちした畑岡奈紗選手を上回るということです。この時間のニュースは以上です。小永井さんでした。ありがとうございました。日本の音楽史を変えトノバンの愛称で親しまれた加藤和彦。これは数々の名曲とともに隠された逸話を語るドキュメンタリー映画トノバ音楽家加藤和彦とその時代絶賛公開中。はい、今日のね、メールですね。仲良くなりたいさんですね。大冒険ということで、はい、私の大冒険は大阪2泊3日一人旅、うん人生初の一人旅でしたが、うん、たこ焼きや串焼きを食べたり難波グランド花月に行ったり、うん、楽しい時間を過ごすことができました。いいね、大阪2泊3日一人旅。大阪行くとやっぱりこういう感じになるよね。まあそうだね。大阪行ったら何やりたいかな。なんかやっぱりすっごいベタだよね。たこ焼きとか食べるよね。あそうだね、うん、でお笑いも見たいね。お笑いも見たいですね、うん、やっぱりね、うん、NGK でまた USJ か USJ、うん、でも大阪って本当食べ物安くて美味しいですね、うん、そうですね。確かにね、本当高いですよね、うん、焼肉行った時に思いましたもん。そうそう、焼肉は違うね。そう感じるね、うん、半額ぐらいで多分美味しいですよね、うんうん、最高でしたよ。ねえ。2泊3日ね。USJ って行ったことあるんですか？あります、あります。娘と行きました。あ、すごい楽しい。俺行ったことないですよ、行ったことない。いや、今 USJ 人気すごいですよ。すごい。すごい、くない？誰に聞いてるんだ。もう、USJ の中にあの、スタジオあったじゃん。あれってまだあんのかな？いや、もうないと思う。もうあれない。MBS が。MBS だ。あったけど、もう駅、あの、すぐ近くになって、新大阪、うん。そうそうそう、うん。あれでしか行ったことない。あれでしか行ったことない。敷地内。そうそうそう、うん。すごい、すごいらしいですよ、人気が。ああ、もう。中高生とかね。どんどん今ね。ね。出来上がって。うん。ねえ、パパ、単身赴任でお部屋散らかしてない？何とか湧いてるんじゃないの？ちゃんと綺麗にしてますよ。最近ダニムエンダーっていうのが出たの、うん、燻煙剤みたいによく効くんだけど使い方超簡単なの。プシュッてするだけ。おー、ええな。今度やってみるかな。今からしましょう。え、一つ買って近くまで来てるからこれから行くわね。え、来てる？うん。何や、来るなら来るで知らせてくれたらいいのに。そんな必要ある？夫婦なのに。そりゃそうや、うん。あ、でもごめん。今から家でリモートが。大丈夫。訓練台と違って、家から出る必要はないから。へぇ。奥さんのダニムエンダーしに行きたいは、言い訳かもしれませんね。煙じゃないのに煙の効き目。慎重ダニムエンダーは、使用上の注意をよく読んで、正しくお使いください。
ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎と一度でも言われた方へ、最大3600万円の給付金制度？前から気になってたは今日で終わりにしませんか？まずは対象かご確認を。0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。CM はテンポです。いや、リズム的なテンポじゃなくて、お店のテンポ。テンポ専門の不動産屋さんといえば、で、検索。貸店舗や貸事務所でお悩みのあなた、私たちにご相談ください。企業用不動産専門の、で、検索。ザ・ラジオショー2時です。時刻はお昼の2時になりました。改めましてナイツの竹山伸之です。花輪伸之です。そして平野ノラちゃんに、お休みです。代わって今日のパートナーは、はい、青木さやかです。あ、ちょっとどこ見てんのよ。ちょっとどこ見てんのよの書いてなかった。台本に書いてないですからね。言わなくて。はい。さあ、この時間、2時の天気予報をお伝えします。はい。青木さん、お願いします。承知しました。天気予報をお届けします。現在、千代田区有楽町日本放送の屋上温度計は 31.4度を指しています。関東地方は日中は晴れ間が広がるでしょう。最高気温は東京都心や横浜で33度と、昨日より9度高く、厳しい暑さになります。内陸では体温並みの猛烈な暑さになるでしょう。水分をこまめに取り、室内では適切にエアコンを使うようにしてください。なお、午後は山沿いを中心ににわか雨のところがありそうです。明日は午前は雲が多いですが、午後から晴れ間が出て厳しい暑さでしょう。以上、天気予報でした。ありがとうございます。うん、そうです。さすがにやっぱり読むのがね。そうですね。やっぱイベンターの司会もだって司会やってるからね。そうそう、もうデパートの影穴とかね。やってたの。選挙のウグイス嬢とか。あ、もうそうそうそう。そうね、アナウンスがやっぱできるできるからできるね、うん、青木さんは。ノラちゃん毎回ここ噛みますから。うん、もう前しまで4年やってますけど。噛みね。毎回噛んでる。大変なんだ。結構だけねちょっと。ノラちゃんに教えてあげてください。この癖がね、私はついちゃってる。こういう読み方が。読み方。じゃあ、青木さん、メールも読んでいただいてもなんかよろしいですか？はい、わかりました。お願いします。ラジオネーム、チェリマチさんからいただきました。はい、最近した冒険といえば、日帰りの京都旅行です。京都ですね。お寺巡りをしたのですが、蒸し暑い外から本堂の中に入った途端、とても涼しくなってびっくりしました。20代も終わりに近づき、ガヤガヤしているところより、お寺のような静かな空間に行きたくなりました。皆さんいかがですか？そうですね。後半なんです。京都、若い人も最近ね、多いですよね。神社仏閣巡り。そうですね。流行ってるんですね。東京ホテイソンのタケルって、うん、詳しいね。あいつがもうものすごく詳しいですね。昨日楽屋でそういう神社仏閣クイズみたいなのみんなに。神社仏閣クイズ、うん、答えられる人いるんですか？難しかったです。ここは何が祀られてるでしょう。日本史とかを勉強していれば答えられるクイズなのかな。うん、うん、まあなんかちょっとその学問の、うん、とか言ったら、菅原道真って言ったら、うん、正解です。天満宮っていうのは全部菅原道真なんですよ、とか、うん、そういうのをすごく詳しく教えてくれて、やたらと詳しいんですよ。うん、あと、こう、神社と、お寺の、この、なんか、ちょっとした違いを、こう、全部、なんか、調べたりしてて、あいつなんか知らない。すごい詳しい。全然わかんない。あいつがやってその、備中神楽も全然知らなかったね。ね、ラビットでやらされたやつな。そうです。意味がわかんない。